こんばんは、内山聖輝のバンクール、パーソナリティの内山聖輝です。2月中旬くらいですかね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうバレンタインも近いという時期です。私の方はと言いますと、先日というとそれよりもっと随分前になるんですけど、最近はあの映画ランキング続きでずっとオープニングトークとかもないままにランキングをひたすら突っ走っていたので時間も経っちゃったんですが、スケジュール帳の手帳の移行作業を行いまして、もうスケジュールもオンラインで簡単に管理できる時代なんですけれども、いまだに私は紙でスケジュール帳を持っていて、それをこう1年ごとに買い替えて新しいものを使っているんですけど、でだいたい年明けとか、年の始まってすぐぐらいの頃に変えて、先々決まってるスケジュールとか仕事のことを新しいものにどんどん書き込んでいって、埋めていくんですが、これが案外時間がかかるんですよね。で、なんでしょうね、そこで感じる自分の人生もう先々他人に握られてる感というか、ひしひしとそれがすごい書きながら、なんでしょうね、直筆の重みとして伝わってくる。このオンラインだったらそんなにかもしれないんですけど、ひたすら書いてるとね、そのまあ全部が全部あの確定したスケジュールじゃないので、それが動いたりなくなったり相手自分の休みになったりすることはあり得るんですけれども、仮とはいえ、ああもう年末こうなってんのかみたいな、今年から来年にかけても結構カレンダーの並び、曜日の並び良くなさそうだなみたいな、もうこんなん言ってたらもう2月中旬でもう暑くなってまた涼しくなってきて、もうあっという間に年末来てそうで怖いんですけれども、ああもうこんなに自分の人生は握られてるんだなっていうのをね、直筆を通して感じるのもこの時期という、ことでね、スケジュール帳を変えたんですけれども、なんでこんな紙にこだわってるかというと、自分でこだわってるわけではないんですけど、だってあの僕自分で作ってないのでよく分かってないんですけど、オンラインとかのサービス利用したりアプリとかもあると思うんですけど、それだったら多分同じ要件だったらコピペでどんどんいけるんだろうし、多分あれですよね、何月から何月までのこの曜日のこの時間から何時から何時までって言って要件入れたらパッと切り替わるわけですよね。だからオンラインに移行したらもうこの作業もすんごい短くできるんだろうなと、ここ数年はずっと思ってるんですけど、まだなんか紙の買っちゃいますね。なんかこう紙を主張する理由としては、前から言ってたのが、電話しながら見られるじゃんって、スケジュール帳じゃあ一月分、2月なら2月で2月のスケジュールパッてこう見れたら、あじゃあここに予定入れられるなとかで、見つつ電話して受け答えできるなとか思って言ってたんですけど、例えば仕事のことだったら電話で聞かれて答えるとかっていうシチュエーションもないし、メールとかあとは会って普通に口頭で言うこともあるから、だからそれで言うともうそれは意味あんまりないし、じゃあ病院とか飲食店予約電話かけるくらいかなと思ったら、もうそれもね、どんどんネット予約増えてきてるし、なんかもう意味ないのかなとも感じる2023年頭って感じですけどね。もうこれも買い続けるのも、それが終わるのも時間の問題かなみたいな。これがね、紙がの紙で管理することが終わるって考えると、アフレコとかもね、台本紙いつまで使ってるんだろうって考えちゃいますよね。今でも僕は普通に紙派なんですけど、ゲームの収録とかゲームの声の収録とか、あるいは他のボイスドラマとか収録だと、人によってはこう量があんまりなくて紙ペラ数枚とかだと手元でタブレットで見てる人も結構増えてきたし、でデータできますしね、そういう台本は。
で印刷で来ないんでデータでもらってタブレットで見るっていう人も結構増えてきてるんで、これ台本もそっちに5年先とかは分かんなくなってきたなっていう風な雰囲気を感じています。それでね、移行できたらその台本を受け渡すっていうコストも減らせるんで、その仕事の業務としては効率化できるから事務所も喜ぶかもしれないですね、各事務所もね。だからこれもやっぱり、機器が向上していったら変わっていくんだろうなと思っていて、タブレットがもっと軽くて薄くて、持ちやすいものになったら、いやそれは僕も映るかもしれないですしね、転換点は近いのかもしれないなと、こうやって手帳を変える時期になるといつも感じてますね。そうすると台本修正とかも入るんですけど、このカットのこのとがきは絵が変わるんでこうやって書き直してくださいとか、セリフ細かく手におはが変わったり、文言ここカットでとかもあるんですけど、それもなんかこう更新データ一挙にもらえれば、いちいち手書きで加える必要なくなってったらそれは楽だなと思うので、良さは全然あるんだろうと思うんですけどね。ただデータで来るのがデフォルトになると印刷所通さなくて済むから、台本上がってくるスケジュールがもしそれによって今よりギリギリ化が進んだらそれはそれでまずいなとかいうことを、たまに話したり思ったりしています。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、内山映画ランキング2022。いやー今年はなかなかこの映画ランキング終わりませんね。何週目、4週目ですか、かかりましたが今日でやっと終わります。こちら私内山聖輝が去年2022年の中で、少し2023年に見たものも含まれるんですが、1年間の中で見た映画の、劇場作品もあれば配信の新作もあればの中から個人的な、ランキングを10本選びまして紹介するコーナーでございます。毎年恒例と、今週で4週目やっと終わると。まあ、とはいえこれまでのランキング振り返っておきますと、第10位稽古目を澄ませて、第9位ある男、第8位ザ・ファーストスラムダンク、第7位ウエストサイドストーリー、第6位アンビュランス、第5位ナイトメアアリー、そして、今年は3位が2本ありまして、同率3位の1本目が RRR、 ここで先週終わっておりました。ということでもう1本の3位から、今週は再開です。それでは参りましょう。内山映画ランキング2022、もう一つの第3位はリコリスピザ。アメリカ映画134分、監督はポール・トーマス・アンダーソン。この映画はムビログで、2022年の7月17日放送分ですでに細かく紹介していますので、気になる方はそっちで、もっと深く聞いていただければと思います。内容としては風変わりなラブストーリーといったところでしょうか。舞台は70年代で、高校生の男と、それよりちょっと年上の女が出会って、本当偶然出会って、仲良くなって一緒にビジネスやったりすれ違ったりくっついたり離れたりいがみ合ったりまた仲良くなったりというような、あれこれを描いていく作品です。まあ印象としては多幸感に満ち溢れた青春映画といった趣で、先週話した RRR みたいなこうもうなんて言うんだろ う強烈な濃度のエンタメでもう物理で殴ってくるような、まあ、例えですけど、こう物語のその強さ、強度、そのあらすじの奇想天外な、それでいて、もう基本に忠実なよくできた物語で、うわーってやられるというのとは違うんですけど、
音楽のチョイスとかもまあ前編にわたって素晴らしいし、撮影も本当に丁寧に作られていて、画面の雰囲気、ルックがとてもいいし、でキャラクターも面白いキャラクターたくさんいてすごいいいし、そういうトータルのバランスが全部良くて最高っていうタイプの映画で、まあ雰囲気っていうとちょっとふわっとした言葉なので雰囲気もんの映画かなと思われるかもしれないんですけど、じゃあ、反対に言えばそれは他の作品、他の監督がこういうものを作ろうとしてできますかっていう話で、いやポール・トーマス・アンダーソン並みにリコリス・ピザみたいな映画でって言われて作れないだろう普通っていう、レベルに達しているのが素晴らしいところだなと思う一本がリコリス・ピザ。こういうのは狙ってできるもんでもないし、まあとにかくすごいうまい、映画であることもまた同時に確かという感じで、決してその適当に作って雰囲気もんでいいっていうものではないということも同時に言っておきたいです。そしてですね、まあリコリス・ピザに大きな感銘を受けまして、ポール・トーマス・アンダーソン作品前からすごい好きだったんですけれども、これを機にというか見てないやつも、拾っていてですね、まあこの公開時からしばらく経って過去作品は全部、長編は、前に見たっていうのも含めると全部見たことになりまして、で初めて見た中で良かったのがデビュー長編となったハードエイトっていう映画で、ハードエイト、これすんごい面白い映画でした。これが最初の作品かっていうのはちょっとね、いやー天才監督っていうのはこれだから困るなっていうぐらいのレベルのすごいいい映画で、こちらもおすすめです。でハードエイトの次の作品が、まあ、超有名なブギーナイツなんですけれども、まあ、これはもっと随分昔にすでに見ていて、まあ、そろそろ二巡目というか、過去作品、PTA 過去作品2回目ロード入りたいんですけど、ブギーナイツ、日本版のブルーレイは今のところ出ていませんで、僕が確認した限りではデータでのそのストリーミングとか、ダウンロード、レンタル、販売なども HD っていう書かれているところに留まっているので、そろそろ 4K とか 4K リマスターとかで再建したいなと思うので、なんとかなりませんでしょうか。みんなリコリスピザ見て、ああそろそろブギーナイツ初めて見たいなとか、見直したいなって思ってる人が世界中にいると思うんで、そういう時にね、いい絵の状態でとか、もうなんなら公開時より、家庭で見る分にはすごい良くなってるっていう風にね、作品と出会えると、そこからもっともっと昔の映画に興味持って、ああじゃあ、ポール・トーマス・アンダーソン監督が多大な影響を受けたという昔の白黒時代の映画の監督見てみようとか、もっとサイレントに遡って見てみようとか、いい出会いが広がっていくかもしれないので、ぜひぜひ過去作品、いい状態で復活させていただきたいなと思うんですけれどもね、それがまた日本版でね出るといいなと思うんですが、リコリス・ピザといえばまたハイムというバンドメンバーが全員出演していることもおなじみで、公開時にハイムの音楽にもハマって、もう全曲片っ端からサブスク大活用で、聞いていったことも、いい思い出だなと振り返って思います。はい、ということで同率3位はリコリス・ピザでした。続きまして内山映画ランキング2022第2位はみんなのバカンス、フランス映画100分、監督はギヨーム・ブラックという人です。こちらもまたムビログ2022年10月2日放送分でより細かく話していますので、聞いてみてください。こちらの映画みんなのバカンスは、内容としては偶然3人の男たちが出会いまして、車の相乗りサービスみたいなアプリでたまたま出会って、その中の2人が、友人関係なんですが、でその車に乗らせてもらう方の2人のうちの1人が、たまたま出会った女性とのことを好きになって、でその女性がバカンスで、家族旅行に出かけるのでっていうのでバカンス先まで押しかける用とするんだけれども、どう観客含め周りの登場人物含め、それってすごい迷惑なんじゃないのと思ったら、思いっきり品種公開すっごい迷惑がられるっていうのもめちゃくちゃ面白かったんですが、まあそんなこんなで偶然出会った3人の男性たちが行くんだけれども、
途中で車が故障してしまい、いろいろトラブルが重なって、どうなることやらという映画です。こちらみんなのバカンスという映画は、バカンス映画っていうジャンルがあるみたいで、僕は全然詳しくないのでちょっと説明難しいんですけれども、そのジャンルも掘っていきたいなとは思ったんですが、まあバカンス先で起こるあれこれだから、バカンス先なので日常とはちょっと離れたところでさっき言ったような人間関係も生まれるし、仕事とかじゃない部分の人間の生活も描けるし、そういう特徴はあるんだと思います。で、みんなのバカンスについて言うと、明らかな、その分かりやすい、一本の物語で進んでいくのではなくて、小さいエピソード、群像劇的に小さいエピソードが積み重なっていって、でキャラクター同士の会話のやり取りの妙だとか、人間関係の動きだとか、まあ、時には口喧嘩、罵り合い、そういったものの面白さで、観客を引きつけるタイプの映画だと思います。まあ、こういう事情でとても軽い気持ちで見られるコメディと言っていいと思うんですけれども、肩の力抜いて見れる、肩の力抜いて作っているように見えるだけれども、終わり方とか途中途中のシーンがふとこうシリアスというか、なんかこうそれまでの軽いコメディだと思っていたものとは違う雰囲気を突然ファッとこう香らせるというか、こう匂わせるというか、なんかその雰囲気のモードチェンジみたいのがすごい上手くて絶妙で、で特に終わり方とかは素晴らしい余韻を残して終わっていくところとかで心掴まれて、もうランキング上に上げたいなっていうふうに忘れられない映画となってですね。で、ギヨーム・ブラックの過去の映画ももっと見たいんだが、なかなか見にくいとか、ブルーレイは出てなくて DVD だと出ててとかっていう感じで、なかなかサブスクですぐ見られる感じではないっていうところも、この映画見た時、直面した問題としてありました。まあだから理屈でこうとか、ストーリー構造を分析してどうとかっていう、まあこともできなくもないんですが、それ以上にシンプルに好きだなとか、ここの映画の雰囲気が、余韻がすごいいいなとか、もうなんかこう劇場で見た時に受け取った、そこで感じたことが本当に良かったので、まあセンスがいいなと思ったし、まあ単純にカラオケシーンいいなっていうか、そういうところもありますけれども、本当にいい映画だなと思いました。最後に流れるケビン・モービー、ハーレム・リバーっていう曲もね、すごい良くて映画にぴったりだし、そこで持っていかれた部分も大きかったです。ということで、ランキング2位はみんなのバカンスでした。やっとここまで来ました。内山映画ランキング2022、最後の一本です。第1位は、ノープ。アメリカ映画131分。監督はジョーダン・ピール。ゲットアウト、アスでおなじみです。僕は全部見てますけど、最高傑作だと思います。こちらもムビログ2022年10月9日分で詳しく話していますので、そちらも聞いてみてください。主人公は馬を育てる牧場で、その馬を育てて映画撮影とかに貸し出している様子が、冒頭で描かれるんですけれども、あのシーンもなんか変でしたね。で、その跡継ぎ息子と妹がメインキャラクターで、で、その彼らの牧場の近所の空に謎の飛行物体がいきなり現れて、で、兄弟二人は、あのなんか怪しいやつ動画撮って送ったらテレビとかで採用されんじゃね?みたいな話になって、撮影作戦、どうにかしていい絵を撮ろうよっていう作戦が始まるという導入です。まあ、ノープはね、こっからどん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 お話が変な方に転がっていって、もう最後は予想もしないなんかところに着地していっていて、こう意味わかんないぐらいテンション上がってくる映画なんですけれども、最初やっぱ謎の飛行物体っていうテーマに至ると、 SF 系とか宇宙人降りてくる系とかいう風に感じるんだけれども、いやこれホラーに転がっていくのかな、ジョーダン・ピールだしとか思ってると、もう
ね、興味持ってる人は大体見てるから言っていいと思いますけど、ジョーズじゃんっていう映画でしたね。だからどこへ行くか分かんないっていうのがすごい良くて、そこで驚かせてくれるのがとっても楽しかった。そして同時に映画の歴史を振り返る作品になっていて、でそこにジョーダン・ピールが、らしいこう差別されてきた人々への視点も加わって、でまたそこへ撮影するっていう、まあ、物語の、内容的にも撮影作戦が始まる導入なので、そこが象徴的ですけれども、撮影するっていう行為への考察みたいな風にしても面白いし、それで言うと、昔あった、劇中で昔あったとされるテレビ番組の再現というかの撮影現場の回想シーンとかもね、そこがホラーっぽいっていうかすごいスリラーっぽいんですけど、異様にめちゃくちゃ怖く撮られていて、動物が暴走するところ、あそこら辺の描写もとってもうまかったですね。本当にいろんなものが詰まってるし、こうジャンルをこう一つこれっていう風に言うのが難しい映画で、独特なジャンル映画だったなと思いました。で、内容的にも、すごい良かったんですけど、やっぱりこれも劇場体験としてすごかったというか、ムビログでも細かく話してましたけれども、 IMAX の魅力を再発見、この映画を通してした映画で、これが IMAX なのかって、何本も IMAX のスクリーンで映画見てきましたけれども、これかと、真の底力みたいなものをノープを通して知ることができたなと。で、 IMAX の中でも特に僕が見た IMAX レーザー GT テクノロジー、日本ですとまだ東京と大阪グランドシネマサンシャインと109シネマズにしかないんで、まあ、お住まいの地域によっては遠くてこの環境ではなかなか見られないよっていう人もいると思いますけれども、だからもっとこれがね、2巻と言わず5巻10巻もうすぐみんなのちょっと出かけた先にある施設になれば、もっともっとこの気持ちは、日本中とか世界中に伝わっていくのかなと思うんですけれども、やっぱりこの劇場体験っていうのはこの環境で、まあ、映画っていうのは面白いものだったら家のテレビで見ようがタブレットで見ようが、なんならスマホで見たって面白いものは面白いんだけれども、でもやっぱ劇場映画は劇場で見るように、みんなそこを狙って音響とか、絵とか映像とか作ってるっていうのもまた事実というか、そっちが先に来るべきなのは、まあみんな賛成してくれると思うんですけれども、その IMAX レーザー GT テクノロジーだけで見られるアスペクト比、縦と横の長さの比ですね、1:1.43 1:43:1、どっちもいいですが、フルサイズ IMAX と呼ばれるこれの威力がまあすごくて、まあ、全編これというわけじゃないんですけれども、その時間帯によってシーンによってこれが出てきて、ここで描かれるアクションシーンがまあすごくて、その場に居合わせたで画質もすごい解像度ですから、まあ本当すぐそこで、事故が起こってるとか、謎の飛行物体がいてそこをそいつにとんでもない目に遭わされるところから逃げられるかどうかとかっていうのは、本当もう手の届くところで、大画面だから、しかもその手の先すぐそばで行われてるっていう感じの居合わせた感っていうのが、本当にこれは家じゃ味わいようがない体験だし、これまで僕が映画を見続けてきた中でもこんなものなかったんじゃないかっていう未来を感じる体験だしっていうので、圧倒されたことも大きかったと思います。で、この GT テクノロジーの画面っていうのは、普通の映画より縦長に見えるもので、正方形に近づいていくんですよね。そのスタンダード 1:33:1 1:1:33 に近づいていっているので、だからそういう意味では昔の映画っぽくもあるわけですよ。で、おそらくジョーダン・ピールはそこにも自覚的で、だからこそああいう昔の映画の資料映像みたいのも活用してっていうところとも重なってきて、だからもうそういう意味でも、ああ頭いいなと思うわけですが、この GT テクノロジーで見た映画といえば007 No Time to Die でもこれがすごい生きていて、この映画で僕は確か初めてフルサイズ IMAX 体験したんですけれども、すごい感動しました。これが映画の未来かと。で、まあそれを僕が体験した中で最大限に生かしたと思うのがノープだと思います。
まあそもそもね、そんなに作品数がないというのが現状ですけれども。だからね、この IMAX レーザー GT テクノロジーで、この名前の長さもなんかどうにかなんないのかなと思うんですよね。IMAX、まあナンバリングしていけばいいってもんじゃないだろうけど、紹介、口コミでさ、伝えようにも、長いんだよね。IMAX レーザーじゃ足りないわけですよ。レーザー IMAX とか IMAX レーザーは、まあ、画角も普通の IMAX とは違うし、それで、見て最大限生きてくる映画もあるんだけど、プラス GT テクノロジーでまた違ってくるから、名前が悪い。なんかもうちょっとこれ分かりやすく、その口コミに乗りやすいように名前変えた方がいいなって思います。だからこの IMAX レーザー GT テクノロジーで、ダークナイトとか、ダンケルクとかインターステラーとか、まあ、要はクリストファー・ノーラン、これ彼の作品を見直したいなってノープ見て思ったし、クリストファー・ノーランが描いているものはこういうことなのかなっていう彼のビジョンにもちょっと触れた気分にもなったし、いつもお疲れ様とも思いますしね。なんか前人未到のところを行こうとする人はね、すごいなと思いますよね。はい、ということでノープが1位でした。でですね、ランキング紹介してきたんですけれども、この映画見てたらまたランキング違ったのかなっていう見逃し作品リストも僕は、都市別で作っていてですね、ざっと触れると、英雄の証明、探す、ニューオーダー、こうニューオーダーめちゃくちゃ評判いいんですよね。あと、こちらアミコとか、私は最悪とか、ラブライフも見てない。まあそういうところとかね、拾ってったらまた違ったのかもしれないなと、とも思ったりしております。まだまだ見逃してるのはあって、全部紹介してると時間かかっちゃうのであれですけれども、2023年はですね、見逃し作品がゼロでランキング作れたらいいなとか、野望としては思ってるんですけれど、まあこればっかりはいろいろ他の仕事もあるのでどうなるかわかんないんですが、こんな感じでまた来年番組が続いていたら映画ランキング2023発表することになると思います。ということで今年、今回はこういうランキングでございました。以上、内山映画ランキング2022でした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週でやっと内山映画ランキング2022、10位から1位まで紹介終わりました。長かったですね。4週ですか。だからまあだいたい1月分言っちゃいましたね。来年どうなることやら、見る本数が増えてたらいいなということだけは思っております。内山聖輝オフィシャルノート、内山聖輝の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。最新の更新記事はエッセイです。踊り場公式ツイッター、 YouTube チャンネルもございますので、そちらもぜひご活用ください。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net、one@joqr.net。 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 Spotify、 Amazon Music などで、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。